はいどうもー、はい、どうもーミスターマリボンドです。お願いします。お願いします。声これで合ってる？はい、はい、今日も声大丈夫だよ。ちょっと米村店長さんの、はい、お弟子さんと一緒に今日もやっていくんですけども、はい、液体窒素をどんなもんかなっていうのはやっぱ体張るべきだと思う。そういうことです。でやっぱかぶる。はい、わかりました。わかんない。マイナス150。でも、はい、液体窒素について僕らまだ知らないことが多い。液体窒素そのままかぶったら危ないけど、うん、水とかをかぶってからだと結構面白い現象、うん、そうですね。より危ないですけどね。呼ぶね、呼ぶね、呼ぶ、より危ないって、うん、いや、知ってますよ。知ってんだ。知ってます。声低くするのあれなんていうの？あれプロパンガス。プロパンガスじゃない。はい、ちょっと水掃除してる人よ。っておくと、ここ水濡れてるんで、ちょっと表面が水蒸気、目に見えないですよね。これに液体窒素を垂らすと、はい、表面の水蒸気がですね、よく見えるようになるんですけど。やってみますね。うわー！うわーすげー！ね、こういう風に、これまあライデンフロスト現象っていうんですけど、はいはい、コロコロ転がる、はい、ライデンフロスト現象分かってるみたいにすんな。結果やつがどうなる。うーわー、おもろ。こんなところ一人ホーミングのやついましたね今。これすごい。いきますよ。はい。うーわーすげー。服に染みると痛いので、はい、あの撥水性のカッパですね。カッパ行きましょう。カッパちょっと着てもらって。ありがとうございます。はい、入ったらすぐ脱いでもらって、もし足ですか。そうですね。足が痛くなると思うんで。どうなんですかね。いや、多分マイナス96度だからめちゃくちゃ冷たいんだと思うんですけど。怖っ。いきますよ皆さん。あ、見て、はい、リアルに言うのとか怖い。3、2、1、それ冷てー。冷てー。かっこいい。これ、どうし、気持ちいいっす。気持ちいいっすか。シャワー浴びた感じ。もう本当にこんな気持ちいいことないぐらい。本当にそんなに。でも頭の上はずっと熱いわ。もうそこの話わかんないよ。行きます。手袋忘れた。行きます。やだやだ。風だきます。演出とか好きなんで。こんな強い風いる。TM レボリューション的ななんか。あ、確かにいいね。ちゃんと音いいよ。行きます。うわ、めっちゃ怖いですね。じゃあ前にさ。いや、なんでここ入れたの。行ってみますか。はい。どうなるか。3、2、1。うわー、熱くない、冷た。すげえ。ここら辺すごいな。やめろ。俺も詰めて。俺も詰めてじゃん。カッパーで染み込まなければ全然。確かに、ね、その衣類に染み込むのが一番やばいってことですね。はいはいはい、そうですね。夏暑いからってマイナス196度浴びたんだよ、うん、贅沢すぎでしょ。ちょっとじゃあもう一個浴びてみますか。浴びる方法もう一個ある。何があるんですか。噴水。噴水っていう技があるらしい。もう今締めると思う。いやーすごっ。これちょっと持ってきていただいて。当てるっていう。なんか出せない。大丈夫かな。足ごっさかかった。なんで誰も何も言わない。見てみないでそんな。重さが霧雨みたいな感じで、そんなに冷たくないと思います。で、カッパ浴びてるんで安全です。はい。じゃあ行きますね。はい、液体窒素の雨です。怖え。うわー！やばい、見ちゃいけない。上見たいけど見れない。やばい、トーマスいる。うわー、降りてきた。こんなすごいんすか？ちょっと待って、やばい。いやいや、え？うわ
米村伝城さんの今のことについては触れません。うん、もうね、すごいこと多くて、すごいこと実際何も見なかった。一旦米村伝城さんの、お弟子さんに今回も協力していただいたので、はい、概要欄に、URL を貼っておきます。はい、はい、ということで、以上今日の水溜り問題でした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。だから変な声これはもう、はい、重いですもんね。重いっすね。